丸山元気は日本中央競馬会の騎手である。美穂トレーニングセンターの根本康博9社所属。祖父は元調教師の丸山つ父は高崎競馬の元騎手の丸山幸彦という競馬一家であるが、小中学校時代は野球に打ち込んでいた。幼稚園の頃には父の騎乗する姿を見て競馬への道を進むことを決めていたと語っている。 競馬学校25期生。同期に、松山光平、小野寺祐太、国部優作、国部京介がいる。2009年3月1日、中山競馬第3競争でデビュー。山竹リガ川に起乗し16頭立ての11着だった。同年7月11日、札幌競馬第2競争で8番人気オンザスローンに起乗し、80戦目で初勝利を挙げた。 同期では最も遅い初勝利だったが、同年は8勝を挙げ民放競馬記者クラブ賞を受賞した。2010年、第1回新潟競馬の開催8日間で15勝を挙げ。また、重賞初起乗となった福島品馬ステークスでは、湘南ラノビアに起乗して15着に敗れたが、2戦目となる目黒記念では池ドラゴンに起乗して2着に入り、重賞初連隊を果たした。 12月25日、小倉競馬第10競争のモミの起勝を、ボレアスで勝ち、JRA 通算100勝を達成した。2011年5月8日、セイクリットバレーで、新潟大賞点を勝ち、重賞初制覇。10月13日、シェアースマイルで、エーデルワイス賞を勝ち、地方交流重賞初制覇。12月15日、川崎競馬第6競争で倉を取り違え。 ご県量の重量が全県量の重量と比べ 2.3kg 浄化した。厚生保持のため以後の2競争は乗り換わりとなり、川崎競馬から12月16日から12月29日の期間で非常停止処分を受けた。丸山は先に JRA から12月17日から12月25日の期間で 起乗停止処分を科されており、JRA はこれを勘案した上で、起乗停止期間を12月16日から2012年1月7日に改めた。父親は当初名前を勇気と名付けるつもりだったが、直前に隣の家でも子供が生まれ、先に勇気と名付けられたため、同じ名前が被るのはまずいということで、急遽元気と名付けることになったという。依頼中会社は、 当初は、父の知り合いのつてで、競馬トの松本博に依頼したが、すでに松本は、国部優作を担当することが決まっていたため、松本の紹介で、日韓競馬、トラックマンの植木康夫に依頼した。2012年の植木市去後は、中村武氏が、帰場依頼中会社を務めていたが、現在は一時期に、妹弟子の藤田の帰場依頼中会社でもあった、川島康隆に交代した。 平和学校3年生の時に藤田真司の特別講義を受けた一人である。目標の騎手は松岡正会。ありがとうございます。